写真撮るのはどうぞ。まあ、わかめ昆布だけの期間が3ヶ月4ヶ月で終了しちゃうんですけども、あとの8ヶ月の間を 何で埋めようかなと思った時に、この餃子が継ぐ人に、塚本さんに誰かいないですかねなんて振られて、そんでまあじゃあ宇治がそれやってみ見ようかなと思って、わかめと昆布を販売しながら一緒に餃子も。すごいこう山本さん夫婦もすごくよくしてくれて、わざわざこちらまでね来ていただいて本当にこう嬉しくて、昨日から始まったんですけど、あの従業員の方もみんなこう協力的でこう作ってみて、なんかこうできそうかなっていう感じで今一生懸命頑張って作ってます、うん、はい。まあ、取引先の道の駅さんだったり市民市場さんだったり、あのできれば、まあ、ネット販売で売っていこうかなと思って、わかめの餃子ですね。南三陸のわかめを使った餃子を今日は教えています。スーパーとかね、なんかいろいろちょっと探してみようかなと思う。で、ゆくゆくはそのやっぱり全国をマーケットに通販、あのうちもそのワカメを今度この南三陸のワカメ使い出そうかって言うんで、使い出します。それで使ってみるとですね、もう香りが全然違うんですね。歯ごたえも食感も違うんで、それから南三陸産のワカメを使い出しています。それで、その中でですね、あ、そしたらもしかしたらこれ地元グルメにできるんじゃないかっていうのを考えて、去年の夏からそれを探し出しました。あのこの前うちのお店まで来ていただいて、それで話したところ、あ、この人だったらあのできると思って、今回あの、まあ、設備を見させていただきながら、いろんなことをこれから話し合って、アイデアを出し合って、みんな手探りです。私も手探りですし、西条さんも手探りですし、中で入ってくれた方も手探りです。でもそれだから面白くて、もう目的は、雇用の創出、それとあと町の復興ですね。南三陸わかめ餃子よろしくお願いします。美味しいですから食べてみてください。